OK。出発しまーす。今朝はいきなりドリドライブから始まります。この、朝の散財小説。あ、なんか荷物受け、そうだ、荷物来てるんだった。受け取りに行かなきゃ。さあ今日はちょっとまた、オフィスに用事があるので、朝から出社中っつっても、まあちょっと行ってちょっと帰ってくるだけ。なんだかんだ言ってもちょいちょいオフィスによる用事があるので、やっぱりなかなか完全 100% リモートっていうのはなかなか難しいなと、実感しますけど、なんだろうこの楽さこの GoPro の扱いやすさ、何なんでしょうね。この状況で、ND フィルターなんてものはつけません。もう ND フィルターはいりません。本当にね、この間のあのフェデックスに行った時のあの動画は、僕の中では結構、あれどうですか、僕の中では結構ね、あの Vlog の撮影の究極っていうか、あれぞ Vlog っていう感じで、あれもうほんと GoPro ヒーロー9じゃなかったら絶対撮れなかった動画なんで、めちゃくちゃ個人的には感動してるんですよね。まあなんかちょっと財布持ってるとか携帯持ってるとかいうぐらいの感覚で、あんまり撮ってるっていう感覚はなく、あ、なんか一緒にこう行動してる時にちょっと一緒に一個持つものが増えてるんですけど、でもそれだけで、あの撮影する労力っていうか、なんていうんですかね、ことを全然自分が意識せずにあの映像が撮れてるんで、もうそれがちょっと感動でした。さあじゃあミッションコンプリートしたので帰ります。なんかあのウルトラワイドモニターが来たことで、結構 なんでしょうね、自分の能力、なんかこれ完全な妄想っていうか、ちょっと若干あの中二病的なあれですけど、なんかもう万能感出るっていうかパソコンの前に座ってる俺万能みたいな感じになって、めっちゃこれがねいいですね。めちゃくちゃ快適ですね。240Hz があの滑らかさに衝撃を与えるんじゃなくて、なんかレスポンスが早い、なんかパソコンを早いのに買い替えたみたいな、なんかそういう衝撃に近いっていうか、なんか全てのレスポンスがなんかキビ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 して動くので、なんかこの感覚、あれは 120Hz の時にそこまで感じなかったんですけど、240になった瞬間に本当にテキストの入力からなんか自分が操作した時にそこに返ってくる画面のフィードバックがなんかめちゃくちゃキビキビしてる感じに感じて、あれはねやっぱこれもちょっと体験してみて分かった衝撃って感じで、すごい新鮮でしたね。まあそれがどのくらい生産性に直結してるのかは分かんないですけど、ただかなり自分で使ってる中での、 インパクトは違いましたね。ちょっとついでに荷物もらってこう。よし。OK。忘れ物ないね。OK。じゃあちょっと。あっ。Sorry。いや。ちょうど今荷物を せっかく荷物を今多分他の人に渡して帰るところのフロントの人にまた呼び止めてしまいました。 Thank you. OK。 Okay.Okay. Thank you. じゃじゃーん、ということで一仕事を終えての朝食、アボカドトーストからのヨーグルトとパンプキンスープ、これもうね本当朝定番です。ということで今、会社から帰ってきたんですけど、そうそう、今日のボディバッテリーです。今日のボディバッテリー、ああすでにじゃんとこんな感じ、67、結構減ってしまった。
あのですね、昨日なんか、やっぱ結構睡眠がボディバッテリーをチャージする一番の、一番効果的なんですけど、睡眠の質がすごい重要みたいで、一昨日は 100% までチャージできたんですけど、一昨日じゃない、昨日は睡眠で 100% までリカバリーしたんですけど、今日は、91% ぐらいまでしか回復できなくて、実際ね、確かになんか知んないですけど、今日すごい何度も夜中に目が覚めて、すごい睡眠が浅かったんですよ。そしたら案の定 90%、91% までしか、ボディバッテリー回復せずに、すでにもう 70% 切ってしまいました。今のところ結構気に入ってます。でもってちょっと秘宝的なお話があるんですけど、この超ウルトラワイドモニター、サムソンオデッセイ G9 ですけど、昨日ようやく 240Hz で表示できるようになったっていうお話したんですけど、ちょっと問題見つけちゃいましたね。これ今もう 120Hz に戻してるんですよ。 120Hz 全く問題ないんで、例えば Facebook メッセンジャーのこのアイコンよく見ててください。これ今 120Hz で撮ってて、まあ普通に表示されてますよね。あのピクセルも、まあ、ここまで拡大するとピクセルも見えてますけど、まあ普通に綺麗に表示されてます。で、じゃあちょっとこれを240に変えてみます。ダンと。で、今これ 240Hz のモードに変わったんですけど、これで、これ、ああ、ちょっとわかりにくいっすかね。この映像だとちょっとわかりにくいかもしんないな。なんか Facebook メッセンジャーのアイコンに1ラインずつなんか横縞が入ってるように見えちゃうんですよね。これが 120Hz にすると、もう全くしましま感なくて、めちゃくちゃ綺麗な感じに表示されるんですよ。これがね、だいぶちょっと気になります。だからなんかあの、もちろん 240Hz で倍速駆動して、まあ、4倍速、60Hz に比べると4倍速駆動してめちゃくちゃレスポンス速くて、本当になんか操作するたんびに出てくる画面の反応めちゃくちゃ速いんですけど、ただなんか1ラインずつぐらい走破線が間引かれて、だから 240Hz よりも間引くことで応答性を上げてるのかもしれないんで、多分不具合じゃなくてもう仕様なんだと思うんですけど、ちょっとこれだと表示のクオリティが下がりすぎちゃうんで、結局 120Hz が一番表示とレスポンスのバランスがいいんじゃないかと思って、120Hz に戻しちゃいました。ちょっとまた、今日すごい出かけるのが多い日。ちょっとまた出かけてきます。撮ってるよ。でも常に撮るっていうスタイルに変えたから。あ、なんか前の車のあのクーパーいいな。あれよ、フォードア、うん、だよね、うん、フォードアにしたいな。まあでも別に、まあ、後ろに荷物置きやすいぐらい。それそれだ。あれ道分かってんの？あ、これがすぐそこだよね。うん、あ、 T が来た。 T あんまりそれを知らないからね。チョコレットプラネッツ、うん、チョコプラ、アドソン、次、うん、あ、そうそうそう、このあれだよ、イナス、イナス、イン、うん、インス、イナス、もう覚えたね。あれ違くない？違った。やってて、ほら反対じゃん。一個反対じゃん。入るの。OK。よし。サクッと付け替えての。よっしゃ。到着。よし。じゃじゃーん。先日も来たフローラグラブかな。フローラグラブガーデンズ、ここにやってまいりました。完全にネズミさんが家庭菜園にハマっております。ちょっとやってまいりましたよ。これ買うの？そうだよ。これでかすぎない？多分1個で。アメリカンサイズすぎるでしょ。これがまた持って帰るの大変なんですよね、意外と。いっぱいある。向こうですよ、あの、この間買った壺。
ツボじゃねえ。ツボっていうか、あっちにあった。あ、なにこれ。ブルーベリーができるよ。やべえ。だから、レモン作って返してください。ブルーベリーできるのかな。ブルーベリーの方が簡単そうだけどね。ツボが、この間買ったのと同じツボを追加で買おうとしてるみたいです。あっちだよ、あっちあっちあっち。こっちにめっちゃありました。サイズが微妙に分かんないな、うちのやつ。これかな。そうそう、このサイズだと思う、これだと思う。とりあえずこのカゴ発動しますか。やっぱこれ重要。これがないとつらい。持ってまいりました。ありがとう。いや、What's we don't know the differences between of all the soil? Yeah, what are you gonna do with it? Do you know myoga? Say it again. Myoga. It's a Japanese plant. Kind of. Oh, it's like Do you know? It's like a ginger type plant. Yes. Okay, great. I think I would use. Are you gonna eat it? Yeah. I would use this. Oh, okay. But we have little bags inside, if you like. Okay. Oh, we have smaller, like this big. Oh, if you want. They're inside. I think it's fine. いろいろ悩んであげ、こっちにするみたいです。Final answer. あ、ここにあった。これだな。さっきのどれでしたっけ。これ写真撮っといた。ブルーリボンブレンドだからこれですね。マスターにこれ全く一緒かな。一緒ですね。これにしよう。2個、3個ぐらいいるんじゃない。私もそう思うよ。3個だね、うん、1個いらなかった、うん、この Do you think Yeah, do you think two enough? I like it. On the verge. Let me measure that. Okay. And I can see. Thank you. How much soil? Excuse me? Are you going to break that in there? Yeah. Oh, okay. So, oh yeah, for sure. Two is enough for this. Two enough? One might be enough for this. Oh, really?Yeah, it might be, you might need a little bit of the second bag. Yeah, what are you potting in here? It's a kind of ginger, Japanese ginger-ish. Oh, okay. Yeah, potting soil, yeah. One, two. さあ、ということで今ちょっと仕事抜け出して1時間ほど、ネズミさんの買い出しに、行ってきたんですけど、これね、また今日もトライしました。この GoPro、昨日紹介した、この三脚直接、デュアルプレートマウントして、で、車には、車載マウントで今日も本当車にボンって、ダッシュボードのところに用意してる、マンフロートのやつでパカってマウントして、外したら、今度この、ジッツォの三脚につけたんですけど、やっぱここを持っても、もちろん自撮りとかできるんですけど、やっぱり、このミニ三脚をスティック代わりにするとめちゃくちゃ撮影するのに撮りやすくなるのと、あと一個すごい気づきました。そのボディマウントしたいって思ってたんですけど、このジッツォの三脚だとこういう、こう90度、このアングルにできるんですけど、これ結構ここに脇に抱えて、これで撮影すると結構簡易、この状態で超クイックボディマウントみたいな感じになって、意外と両手も使えるし、ここでボディで撮れて、で、水平ももう勝手に水平撮ってくれるんで、一応今日これで撮ってみて、まだ編集してないですけど、このボディマウント、簡易ボディマウントでどのくらい撮れてるのかがめちゃくちゃ楽しみです。あと最後にもう一個だけ、これ気づきましたか?これ。ここの、これ 3D プリンターで出来合いのやつですけど、3D プリンターでこのカバーだけ印刷したんですよ。で、ここに USB-C のポートと SD カード。しかもちゃんと取り出せるっていう、取り出せるカバーっていうのがデータを見つけたんで、これやったらもう利便性完璧。言い出すとそもそものネジ山で蓋が開けにくい問題、引っかかっちゃって開けにくい問題も
結果的にこれで解決ですね。もう僕の場合ほとんど多分電池を外して運用することないんで、これで完璧に、結構 GoPro 運用がさらに、進化しました。